はるちゃん、おはようございます。朝配信珍しい。だって今日夜できるかわかんないし 疲れてそうだから15分だけする。だからあれ、表示が出たら終わろう。でもそうだから大丈夫、大丈夫だよ。全然余裕。今日の昼公演行きます。お、ちゃんと覚えてきてね。香里さんが言ってたやつ。準備万端？普通ですな。変な体勢ですね。そう、昨日からこれ。おはよう、ちゃんと起きるってのは起きないと遅刻にしちゃう。普通に起きれるよ。大丈夫よ。もうコンサートの不安はない。別にコンサートへの不安はないです、元から。何時起き？6時。くしゃみ出そう。今日は遅いわ、起きるの。ゆずりは泣くかな。多分泣かないかな。あんま泣いたことない。卒業コンサートとか卒業公演とか。SK ビンゴ見てたから。見てないだから。やってたね、 SK ビンゴ。全然携帯触って見てなかったわ。ダメだな。スーパークールですね。全然クールじゃないよ私。そう言われるの嫌なんだよな。クールじゃないもんだって私。見られるけど、そう見られるけど全然クールじゃないよ。睡眠時間どんぐらい？3時間ぐらいじゃない？ごめんなさい、全然大丈夫。全然大丈夫よ。しっかりしてるみたい。確かに。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。睡眠時間それだけで体持つ。持つよ。コンサートの時大体。でも今日寝れた方かな。今日は結構遅めに起きたから大丈夫。よいしょ。あ、このスチール体勢だと首つかれない。壁に頭を預ければ辛くない。今日は気合100%。通常眠そう。いや特に眠くはない。体調は良き。多分良き。ゆずりの爪切りありがとう。
くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。もう完璧な何が用意がってことか、それともコンサートのことですか。花粉症、いや全然花粉症ではないけど、くしゃみ出そう特今誰かいるの、いないよ、いたら怖い。あ、コンサート完璧も普通ですね、いつも通りって感じ、通常運転。みんな一人部屋なのかな、大体一人部屋みんな。それが花粉症の始まり、本当？あんまり花粉症なってないんやけど、あのなんていうの、毎年あんま花粉症ならん。でも花粉症ひどい人ってめっちゃ辛そうだよね、思う。ずっとくしゃみしてる、辛そうと思いながら見てるけど。あまりユニットは何やるのさあね、なんでしょうね、ユニットもあるのでしょうかね。一人部屋と同室どっちが好き、どっちでもいい。一人部屋は一人部屋で楽だし、同室は同室でみんなと喋れるしって感じ。誰かの部屋遊びに行ったりしないの。今回はしなかったな、別に別にそんな。リハ何時から、それも言えないよね、そんな言えませんアイスはいつ食べるの、何のアイス、昨日食べたよアイス。なんかいつもより丸い、ごめんなさい、それはごめん、多分そっち向いてるから、こうやってやってるから、こうやってやったら見えるよね丸く、こうやってやったらまあ普通。小さい頃お姉さんに甘えた